さあ、アジア諸地域の植民地化第一回目。今回はフランスのインドシナ進出に注目していきたいと思います。今回のポイントは大きく二点ございます。まずはポイントの確認から参ります。一点目がこちら。ナポレオン三世のインドシナ進出。なぜこのタイミングでベトナムに行くのか。このタイミングにも注目しながら。 ナポレオン三世のインドシナ進出の様子を見ていきましょうそして2点目がこちらフランス領インドシナ連邦の成立ですベトナム・カンボジアそしてラオスを含めた植民地化の様子見ていきたいと思います今回はこの2点に沿ってフランスのインドシナ進出を一緒に勉強していきましょう ポイントの一点目ですナポレオン三世のインドシナ進出を見ていきたいと思いますまず言葉の確認ですインドシナとは一体どこを表すのか東南アジアの中でも現在のベトナムカンボジアラオスといった国々を指しますそこにフランスが進出していく様子を見ていきましょうまずスポットライトを当てる場所はベトナムです当時のベトナムには 元朝という国がありましたこの元朝を建国したのが元福英という人この元福英がフランス人宣教師ピニョこのピニョの軍事支援を受けてベトナムの統一に成功した形となりますそして元福英は今まで通り兄貴中国に対し朝貢を行い中国からは 越南国と呼ばれるようになったんですそのためこの元朝は中国の弟分に入ったということですちょっとこの辺りを地図で確認したいと思いますさあ地図をご覧くださいまず現地のベトナムなんですけれどもだいたいこの辺ですこの海岸線沿いにある今僕がこうやってスラッシュを引いているところがベトナムですのでここにベトと書いています ベトナムって意味です。ちなみにベトナムの横にはカンボジアがあります。ここをカと書いておきます。で、その上がラオスです。ラと書いておきます。現朝ベトナムがこのスラッシュを引いたところ、カンボジアラオスがお隣にある形となります。さあ、そしてこのベトナムをですね、フランスが狙ってくるんです。 なぜフランスがこのタイミングで狙ってくるのか実はアロー戦争あの中国のアロー戦争でフランスは中国進出を始めましたですが中国に行くための中継基地がないんですベトナムは中国の真南中継基地を置くには非常に良い土地柄だったんです そこでフランスは狙ってきます中国進出をするためにベトナムに基地を置こうそれがこちらですフツエツ戦争というんですこのフツエツ戦争によってフランスのナポレオン三世はベトナムをボコボコに破りますこの結果サイゴン地域を獲得するなどベトナムへの進出を強める さらにそれだけではなくてベトナムのすぐ隣にある国こちらですカンボジアの保護国家にも成功しますこのようにナポレオン三世はインドシナベトナムカンボジアの地域を中国に行くための重要拠点として使ってやろうこのようにして進出を始めたわけですそしてこの後ポイント2ではさらにフランスが ベトナムを食っていく様子、植民地化していく様子を見ていきましょう。ポイントの二点目です。いよいよフランスのインドシナ支配が完成していきます。フランス領、インドシナ連邦の成立を見ていきたいと思います。さあ、皆さん、フランスはですね、まず、 ゆえ条約というのをベトナムと直接結びますこの「ゆえ条約」によってまずベトナムの保護国家が決定した形になりますところが「ちょっと待てよ」と「おいフランスちょっと待てよ」「お前俺の弟に何手を出してんだ?」 シンがやってきます朝鮮の時も同じでしたね朝鮮の時もシンは弟の朝鮮に手を出すなとやってきましたベトナムも同じなんです俺の弟に手を出してんじゃねえベトナムの総主権総主権というのはベトナムを指導するための権利兄貴としての権利ですこの総主権を主張しフランスにクレームをつけてきたんです なんだ中国俺とやるってのかおお望むところだこれが新仏戦争へと発展したんですこの結果シンはフランスに勝てません結果天津条約によってシンはベトナムの総主権を完全に放棄する形となったフランスがベトナムに何をしても もう私はクレームをつけません結果的に総主権を放棄したことでシンはベトナム保護国家を認める形となってしまったんですさあこれでもうベトナムに何をしても中国は文句言ってきませんそこでフランスはこちらを見てくださいいよいよフランス領インドシナ連邦というのを結成していきます このフランス領インドシナ連邦はベトナムとカンボジアで形成されたもので途中でラオスを編入することで完成していくんですさあ最後にこの様子を地図で確認していきましょうこちらをご覧くださいさあ今皆さんの目の前に巨大な東南アジアの地図があります。ままずフランンスはベトナムそしててカンボジアを踏まえて これです僕が今地図上に書いたものこれがフランス領インドシナ連邦になるんです仏領インドシナ仏領インドシナそしてここにラオスがありますラって書いてあるねラオスがありますそしてこのラオスを途中で 編入に成功どうですか完全にこのフランス領インドシナ連邦というのはここを通ってここを通って中国にいつでも行ける状態となったんですなのでフランスは東南アジアの中でも中国に近いこの地域というのを狙ってきたわけです。ささあ皆さんこの インドシナ半島のの植民地過程ベトナムカンボジアラオスしっかり地図で位置を確認していきながらフランスが進出していく様子を覚えておきましょうさあそれでは今日一緒に勉強してきた内容を今から確認していきましょう。今回は東南アジアの中でもインドシナ。 ベトナム・カンボジアラオスにフランスが進出してくる様子を見ていきましたフランスは中国進出の拠点としてこのインドシナ地域を狙ってきたんですまず当時のベトナムなんですけれども元朝という王朝がありました建国者は元・福永という人そして この玄福英さんは建国した後今までのベトナム通り中国秦に長考し秦の弟分秦は兄貴分になったわけですそしてこの元朝をフランスのナポレオン三世が狙ってきましたそれがまず仏越戦争」というんですこの仏越戦争によって ベトナムからサイゴンを獲得見事ベトナムを破ったわけですさらにベトナムのお隣にあるカンボジアを保護国化完全にフランスのナポレオン三世はインドシナ地域への進出を本格化させたわけですそしてナポレオン三世がいなくなった後でも フランスはこの地域への関心を失いませんそれがこちらですフランス領インドシナ連邦の成立に向けて動きますまずはゆえ条約によってフランスはベトナムに俺の言うことを聞けとベトナムの保護国家に成功しますところがこの条約に対して兄貴が激怒したんです 俺の弟に何をしてんだ子らと。許さねえぞ。ベトナムを指導するのは俺なんだ。ベトナムの総主権は。中国にあるんだ。これを主張し。フランスと激突します。しかし、新仏戦争で。敗れてしまいます。この結果。 先進条約というのが結ばれてしまい。もうベトナムに何をしても、フランスはクレーム、あ、失礼、中国はクレームをつけないという形になります。これで勝利したフランスは、ベトナムとカンボジアを合わせて。フランス領。フランス領、ちょっと長いよ。 インドシナ連邦というのを成立させ途中からラオスも加えるこれでインドシナ支配が完成した形になりますさあ皆さんこの次の授業ではフランスに加えて入ってくるオランダとイギリスオランダとイギリスの 東南アジア進出の様子を見ていきましょう。